分かるか。魔女のケツを追いかけたら白髪になったのか。騎士の話し方にはどうもなれないな。特に飾り立てた言葉といわゆる普通の話し方を交互にされると混乱する。我々は慈悲深き公爵閣下に使える遍歴の騎士なのだ。閣下のお名前を口にしたり閣下のお言葉を伝えるときは伝統にのっとった話し方をせねば。落ち着け。誰もいないのか。もう遺体を片付けてしまったようだな。手がかりが残っていないか辺りを調べてみよう。病釘を打ったブーツ、複数人の足跡、衛兵隊だな。行き先を確かめよう。岸辺沿いを歩いている。遺体は土手に上がったんだろう。敵の群れだ。注意しろ。栄誉にかけて死ぬがいい。クズめ。川を流れてきたものは全てこの浅瀬に流れ着くようだな。ああ、ひどい匂いだ。血が染み込んだ犠牲者の服の切れ端しかない。質のいい布地だな。被害者は金持ちというわけか。そのようだ。衛兵はこの網を川から引き上げて死体を切り離したようだ。川に入って手がかりが残っていないか確かめよう。あとは衛兵隊は少し前に船でここを離れたようだ。死体をどこかに運ぶためだろうな。網はここにかかっていたようだ。絹のハンカチ、DLC の文様がある。見るからに貴族のものだ。死体をどこへ運んだか分かるといいが。それで
ここは殺人現場ではない。死体は流されてきただけだ。網に引っかかっていたのを衛兵が引き上げ、船でどこかに持ち去ったんだろう。死体が腐り始める前に調べておきたい。あの宿屋、あそこの主人なら衛兵たちを見かけたはずだ。彼らがどの方向へ行ったか尋ねてみてはどうかな。誰かが俺たちを見ているようだな。驚くようなことか。バラバラになった死体が川を流れてきたんだぞ。誰もが注目して、まだ生まれていない孫の代まで語り継ぐ類の大事件だ。川にハンカチが沈んでいて、DLC と書かれていた。心当たりは？ドラクロワか。バカな。彼が怪物に殺されたというのか。そのようだな。知り合いか？遠い昔のな。かつては親友だったが、別々の道を行くことにしたんだ。極端な性格で、どんな場合でも仲間の味方をし、敵に対しては最後の最後まで食い下がる男だった。彼に敵はたくさんいたのか？いかにも。だがそれと怪物に何の関係がある？なあゲラルト、人にはあまり思い出したくない記憶もあるんだ。遠い昔の話だし、今話すようなことでもなかろう。そうだろうな。話は後だ。酒場に行ってみるとしよう。私は長居はできない。宮殿に戻らねば。トゥサンに戻ったばかりじゃないか。高潔なる公爵閣下に仕える騎士に休みはないのさ。むしろ戻るのが遅くなりすぎるのではないかと心配していた。幸いにも何とか間に合ったようだがな。死体を調べ終わったらアナリエッタ様に拝謁するのを忘れるな。アナリエッタ？公爵閣下のことだ。時々つい口が滑ってしまう。私的な会話では名前で呼び合っているんだ。ただしパルメリンがいるときは言わない。慣れ慣れしくて無礼だと怒るだろうな。商人や密輸業者、船乗りのたまり場になってる。釜山で一番うまいザリガニのチャウダーを出す店だ。俺たちじゃ役に立たないとおっしゃるのか？そんなことはないが、あの怪物は勇気でなんとかなる相手じゃない。あんな力にピッチャーや魔術じゃない。おお、これは、このかぐわしい香りは出来たてのパテじゃないか。その通りだ、ペイラック・ペイラン殿。その感覚はまだ衰えてないと見える。ご一緒できたら光栄だ。もちろんお連れの方もどうぞ。だがザリガニのチャウダーの匂いが少しもしないのはなぜだ？今日はザリガニが取れなかったからな。まだ知らないようだから教えてやろう。網に死体がかかってしまったんだ。いつもの通り夜明けに起きたんだが、今朝は血のように真っ赤な朝焼けだった。その死体のことでこの店に来たんだ。諸君がたった今同じ宅に誘ったのは、慈悲深き公爵閣下のお招きで遠い国からやってきた男だ。あの怪物を倒すという使命を帯びている。この宅には二人誘ったが、ペイラック・ペイランドのは猟犬というよりノウサギと言えよう。となると怪物狩りをしようというのはもう一人の方か。一体どなたかな？ミルトンの言った通り、公爵に怪物退治を命じられて北方からやってきたものだ。ほうほう。で、何者なのだ？騎士か？傭兵か？兵士か？ゲラルトはウィッチャーだ。それも熟練のな。怪物の新たな犠牲者について諸君に聞きたいことがあるそうだ。死体を見つけたのは俺だ。夜明けとともに起きたんだが、ベッドに座って窓の外を見たら血のように赤い朝焼けだった。思わず見とれてしまうほどで。質問しろゲラルト。このまま聞いてたら冬までかかるぞ。朝早く起きたんだな。網を調べに行って、それからどうした？ああ、俺はそれから家を出て。要点を話してくれ。ザリガニを取る網に死体が引っかかっていたんだな。そ
それは分かった。何があったんだ。近くに誰かいなかったか。何か変わったことはなかったか。誰一人いなかった。俺だけだ。変わったことは他に目についたものは。言うまでもないが、赤い空以外でだぞ。俺が見たのは首だよ。目を見開いて紫の舌が飛び出てた。その横には手が浮いてたんだ。体は全部揃っていたか。あまりに恐ろしくてすぐに全力で町まで駆けていって衛兵を呼んで戻ってきたんだ。邪魔をしないようにと言われたよ。引き上げるのは大変そうだった。網にしっかり絡まってて結局網を切らなきゃいけなかった。死体を調べたい。どこに運ばれたか知ってるか。船で川の反対まで運び荷馬車に乗せ替えてコルボビアンコの貯蔵庫まで持って行った。あそこなら涼しいからな。なんだって。コルボビアンコはロッセル男爵の領地だぞ。貯蔵庫を死体安置所にしたと知れたら犬をけしかけられても文句は言えん。君が北方をブラブラしている間に彼のブドウ園は競売に出されたのさ。あれは誰だ。今出て行った女だ。さっきまで気配がなかったし店にいたのも気づかなかったぞ。リニスだろう。宿屋の主人の娘だ。だがそんなことはどうでもいい。ゲラルト、これは大変だぞ。ロッセルのブドウ園が競売に出されただと信じられん。男爵が賭け事で借金を作り首が回らなくなってたのは知ってるな。返済の期限を超えても払えず債権者が不動産を競売にかけた。実際は公爵領夫が買い上げた形だ。ロッセルは今リコバロの兄弟の家に身を寄せている。ロッセルにはいつか身を滅ぼすぞと忠告していたのに、過去の栄光にすがってばかりじゃダメなんだ。とうとう債権者も彼の約束が口先だけだと分かったんだろう。そういう時代だな。今の騎士というのはかつての英雄たちの影のようなものだ。みんな言ってるぞ。怪物は神々が使わしたって。古いしきたりを守らなくなった俺たちへの罰だと。人々は怪物のことを天罰だと考えているのか。騎士たちは古いしきたりに背を向けた。本来の騎士は公爵領の守護者のはずなのに今では自分のことしか考えてない。何を言う。無礼だぞ。話を聞こう。公爵は金で爵位を売り悪党にも称号を与えてる。みんなが美徳を捨ててしまったから神々の怒りを買って天罰が下ったんだ。こんなデタラメに耳を貸すな、ゲラルト。物乞いまがいの伝道者がわめく類のザレ事だ。そうだ。最近民衆を煽り立てる輩が烏合のタケノコのように増えている。皆同じような嘘を主張しているようだ。怪物について他に噂になっていることはないか。神々の使いという説以外にだ。トゥサンの領民はバカじゃない。怪物が決まって守護聖人の祝日に人を殺すことに気づいてる。妙なこだわりだな。もてなしに感謝する。俺は死体を調べに行かなくては。コルボビアンコはこの近くだ。トーナメント会場のそばにある。道なりに行けば着くだろう。一緒に来ないのか。ああそうか、任務があるんだな。ただの任務じゃない。立つ前に閣下から賜った名誉ある使命だ。宮殿の庭で催される恒例行事で今年は私が野ウサギの役をやることになっている。衣装を着た姿を見せたいよ。笑いじるぞ。ぜひ詳しく聞きたいところだが、また長話になりそうだ。この国の歴史や伝統の話に寄り道しながらでないと進まないんだろう。ここで別れよ、ミルトン。頑張れよ。普段なら名物料理の漁師風チャウダーをおすすめするんだが、残念ながらもうザリガニがないんだ。
他の何かで代用してもいい。例えばスズキとか。ザリガニの代わりに魚だと？次は何だ？ワインの代わりに酢？タイムの代わりにパセリ？あんたら北方人は楽しい奴らだが、料理に関しては素人だ。噂話はあるか？漁師は何か面白い話をしてないか？川カマスをザリガニの代わりにする北方人の話くらいだな。真面目に聞いている。ふん、しかも無神経な奴だ。俺は客の話を立ち聞きしたりしないし、聞いたことを言いふらしたりもしない。売り物を見せてくれないか。ありがとう。じゃあな。みんな忙しいね。まったく靴に泥をつけて街に出てくる連中。敵にワインをダブ飲みしては喧嘩だ。おっと、これはどうも。言葉遊びは洒落たたしなみ。行くぞ。争いの音がする。急ごう。喉が食い破られている。髪跡は人間に似ている。ただ人間と違って長い牙がある。肋骨が粉砕し耳からは出血。強烈な打撃を食らったな。ひどい。やったのは吸血鬼だ。だが生き物マーラではない。フレダーも違う。ブルクサだ、間違いない。地下室の中に違いない。襲撃者は荷車を軽々とひっくり返したようだ。五本の爪でつけられた傷だ。手の大きさは小さめの人間のものくらいだ。川の泥だ。この荷車で死体を運んだようだ。宿屋で見た女が着ていたコートだ。
黒い血と月の粉を持っておくに越したことはなさそうだ。足跡だ。小さい裸足の足だな。地下室の奥に続いている。階段から落ちて首の骨を折ったのか。ものすごい力で壁に叩きつけられたようだ。死体を投げ飛ばして格子をこじ開けたのか。これを叩き壊すとは相当な怪力だな。お前、宿屋にいたな。お前の正体は分かっている。だがなぜ彼らを殺したのかが分からない。血を吸うためではないな。戦う必要はない。それは違う。生きて返しはしない。机で何をしてたんだ。ひどい匂いだ。びしょ濡れで両手が切断されている。やはり切り刻まれていたか。長い時間水に浸かっていたようだ。頭が膨れ上がり、何かに食われた跡もある。うん、喉に何かあるな。小銭が詰まっている。ニルフガードのフロレンス、様々な属性のものだ。彼を殺した奴の仕業だとすれば、怪物は感情と知性を持っていることになる。死後に切り刻まれたようだな。すごい力で強打されているが、骨は砕けているのではなく切られている。彼を殺した奴はウィッチャーの剣と同じくらい鋭く長い爪を持っている。はじめに爪を心臓に突き刺したようだ。ブルクサの仕業ではない。3本目の手だと。この死体のものではないな。だがもう一人犠牲者がいたとは考えにくい。どうなってるんだ。まだ暖かい。血も流れている。体の一部が再生する怪物は珍しくはない。だが分離した体の再生など聞いたことがない。ましてやこれだけ時間が経った後でまだ生きているとは。後で詳しく組織を調べてみよう。何かわかるかもしれん。彼を殺したのは間違いなく怪物だ。だがブルクサではない。それならなぜあのブルクサはこの手を取りにここへ来たんだ。
これは一体誰の手だ。手がまだ温かいのはなぜだ。次に喉に詰め込まれていた小銭入れ、一体何の意味が。それになぜ死体はバラバラにされていたんだ。疑問は多いが答えは一つも見つからない。他の犠牲者の情報がいる。パルメリに行って公爵に会わせてもらおう。公爵と話がしたい。それも今すぐに。さあお前たち、お話は終わりだ。小屋のところへ戻れ。でもパルメリン様、リディックとドラゴンのお話は？また今度話してやろう。それより目の前にいるこの男をよく見てごらん。彼はリビアのベラルトといって最強のウィッチャーだ。巨人ゴリアテ退治を手伝った勇敢なウィッチャーその人だぞ。ウィッチャーさん、美徳を持つ人が必ず悪に勝つって本当？必ず勝つわけじゃない。負けることもあるし、美徳が勝つことも悪が勝つこともある。それでも良き人でいるんだ。でもどうして？必ず勝てるわけじゃないのに。パルメリンの話を思い出してこい。気高い人の周りにはいい仲間が集まって頼れる友人ができるんだ。悪人はどうだ。頼れるのは他の悪人しかいない。君が仲間にしたいのはどっちだ。気高い人がいい。その通りだな。さあよく分かっただろう。父上と母上のところへ戻れ。聡明なる公爵閣下は闘技場での試合をご覧になるためにトーナメント会場にお着きになっている頃だ。急いで行けば試合が始まる前にお目にかかれるはずだ。案内してくれ。誰が戦うの？ニルフガードの剣闘士か。惜しいな。少し違う。もうすぐ分かるさ。誰かがシェルマールと戦うのか。尻尾の鈴で多少は動きが鈍くなるだろうな。何か問題でも？あいつは皇帝陛下からの贈り物だぞ。怪物をいじめてどうする。自分が目隠しをされて尻にうるさい鈴をつけられて闘技場に放り出されたらどうする。怪物に抵抗するのか。ウィッチャー、俺はお前たちと違って
娯楽のために怪物を晒し者に来たりしない。騎士の名誉になるとは思えん。誰が怪物と戦うんだ。業務だ。この前あっただろ。ああ、愛する女性に化け物の首を捧げる約束をしたとなっていたな。愛には大きな犠牲がつきものなんだ。行こう。この手で勝利をもたらし、我が麗しのビビアン城に捧げよう。始まってるぞ。この戦いが終わるまで待たねばな。リビアのゲラルトに倒され、シェルマールの巨体が転がった。見よ、今怪物の命の火が消えようとしている。ゲラルト、とどめを刺して終わらせるのです。この怪物を殺す必要はもうない。勝者はいつも慈悲深いものだ。正義は彼にあり。慈悲深きゲラルトを称えよう。やりたい、怪物を頼む。業務、もう少しで命がなかったところだな。だ、じゃ、無傷だ。ビビアンは英雄らしく口を閉じて微笑んでいる。喋るだけで激痛だろう。彼女が来るぞ。ゲラルト。
大事な話が。ビビアンの後で話せる。救護テントでな。ゲラルト、素晴らしい。見事でした。カッカ、やはりあなたを招いて正解でした。このような明暗に思い当たって夢のように喜ばしいわ。ああ、恐悦至極に存じます。さあ、早く若き英雄を助けるのです。私はゲラルトと話をしに行かないと。あなたの到着をずっと待っていて、ほとんど諦めていたところにあの華麗な登場ですもの。本当に驚きました。私への依頼についてお話を伺えますか。ええ、でも場所を改めましょう。ダミエンを呼ばなくては。あなたの到着するまで彼が捜査を担当していたの。どこにいるかしら。探しに行きましょう。ここへは一人で来たのですか。それともジュリアン爵と。閣下、ダンディリオンをお探しで。ええ、いや違います。ああ、もう探していますよ。ただし彼への死刑判決は正しかったのに、後になって取り消したことを深く後悔していると伝えるためです。もし時間が戻せたら、彼は今頃当の牢獄で朽ち果てて、いいえ、車咲きにして溺れさせて八つ咲きにしていたところです。ああ、紹介します。その刑の執行を全て任せることができるダミエン・デラトゥール、私の護衛隊長です。カッカ、ウィッチャー。どうも。残念な知らせがある。川岸で見つかった犠牲者を運んでいた衛兵たちが。そのことは聞いている。コルボビアンコの地下室に現れた敵が例の怪物なのか。いや、吸血鬼の一種ブルクサだった。例の怪物ではないが、何か関係はありそうだ。なぜわかるのだ。川岸とコルボビアンコの両方で証拠を集めて緻密な分析をした結果だ。これまでの我々の捜査がずさんだったとでも言いたいのか。そのようなこと、ゲラルトは言っていませんよ。彼の話をきちんと聞きなさい。例の怪物が最後に襲った犠牲者の死体から手がかりを得た。それを詳しく調べてみたい。今必要なのは静かな場所だ。錬金術師か魔術師の助けがあればなおいい。それからこれまでの犠牲者について教えてほしい。デラトゥール殿に聞けばいいんだな。まずダミエンと呼んでくれ。次にこれだけは言っておく。俺はお前の召喚には反対だった。お前は行く先々で災難を巻き起こしているらしいな。我が国はもう十分すぎるほど問題を抱えている。それでもよそ者の力を借りず自力で怪物を倒す力ぐらいはある。ダミエン、ウィッチャーへの依頼は随分前に合意したはずですよ。でもちょうどいい。ゲラルトへの報酬のことを話しておきましょう。あの伝説は本当なの？ウィッチャーは家にあるけど依頼者がまだ知らないものを要求するという伝説は。少し違いますか。偶然の原則、まれにそのような要求もしますが、通常は金銭で結構です。それは残念。原則というからには神聖な掟なのかと。ですが宮殿で出会う未知のものなんて、待たされて不機嫌そうな請願者か新しいドレスの生地2本ぐらいのものでしょう。どちらにせよあなたには不向きですね。私が偶然出会うものなんてあなたには価値がないでしょう。それではあなたへの報酬はコルボビアンコのブドウ農園と金銭としましょう。まさかそれでは不足とは言わないでしょうね。ブドウ園の所有権は今すぐあなたに移ります。依頼の間寝泊まりする場所が必要でしょうからね。ただしお金は怪物を倒した後に支払います。恐縮ですか。しかしコルボビアンコは臨時の死体安置所になっているのでは。本当ですか。
どうやら進化がまたヘマをしたようですね。ちょっと目を離したらすぐこれなんだから。ですがウィッチャーが死体安置所を気にすることなどないでしょう。それにワインに箔をつけて評判を上げるには血の臭い伝説が一番ですよ。感謝します、閣下。もちろん受けたまわりましょう。しかし申し上げた通り情報が必要です。事件の始まりは、最初の犠牲者は誰だ。最初の標的はクレスピだ。かつてトーナメントで何度も優勝し名を上げた。年老いた後は剣を置き、ワインの製造を始めた。クレスピはワイン業者からの評判が良くありませんでした。商売のやり方は非常で、他人を騙して出し抜くことばかり考えていたとか。宮廷行事への参加を免除してほしいと頼まれましたが、却下しました。一度誓いを立てた騎士は死ぬまで騎士であり続けるほかないのです。どんな死に方を。発見された場所はかなり奇妙な状況だった。彼は宴会に参加していたのだが、参加者の一人がふと彼がいないことに気づいた。その1時間後に衛兵隊が彼の死体を発見した。四つん這いの格好で罪人を晒すための台にもたれかかり、首からは彼の剣がぶら下げられていた。死因となった傷は鍵爪でつけられていた。恐ろしい力で切り裂かれたようだった。即死なのに膝をついていたとなると、誰かがその体勢にしたわけか。そのようだな。二人目の犠牲者について知りたい。町のあちこちには日没後は誰も近寄りたがらない暗い死角がある。ラーモン・デュリャクの遺体が発見されたのはそんな場所だ。最初の殺人事件の後、街は恐怖に包まれた。人々は用心深くなり、危険な場所に近寄らなくなった。だから二人目の犠牲者を発見し通報したのは、その状況を憂う者たち、スリたちだった。犯罪者もその怪物を恐れていると。ラーモンがその悪党どもに殺された可能性は残っていないのか。俺を素人扱いするのか。ラーモン・デュリャクは鍵爪で殺されていた。傷は深く、鋭い傷口だった。彼の遺体は溝の中で見つかりました。寝巻きの姿で、頭の下には枕、剣の代わりに棒付きの安価という格好で、父の代には公爵の助言役を務めたあのラーモン・デュラクが、10年足らずの後にそんな姿で。何者かが彼をわざわざ道化のように見せた。目的は復讐だろうか。その可能性は大いにある。デュラクは裏社会の連中と密かに取引をしていたようだ。だがその悪事の証拠は最後まで誰もつかめなかった。最初の二人の犠牲者はどちらも栄光の人生を歩んだ騎士か。それは三人目も同じだ。ドラクロアは断るごとに、現代の騎士には新たな試練が課せられていると語り、資本こそが六つ目の美徳だと主張していた。貿易で莫大な財を成したのです。パルメリーなどは彼のことを主戦土ラクロワと呼んでいました。喉に小銭入れが詰め込まれていた。中身は帝国の各属州で鋳造されたあらゆる年代のフロレンス通貨だ。ドラクロワは金が好きだったが、貨幣収集家ではなかった。犠牲者には共通点が多い。死体は一様に奇妙な場所で異様な状態で発見されている。どうやら犯人の正体が何者であれ、何か伝えたいことがあって故意にそうしているようだ。彼らは皆気高い騎士でした。あのような侮辱は言語道断、決して許せません。ツサンの誉れ高き騎士たちに何ということを。お話通りなら美徳に忠実な犠牲者は一人もいない。例の怪物がそれを伝えようとしているとお考えになったことは。犠牲者は皆騎士の5つの美徳に誓いを立てた騎士たちです。仮にそうだったとして、ツサンの騎士が誓いを立てる美徳とは具体的にどんなものです。高潔さ、知恵、寛大さ、勇敢さ、そして慈悲深さです。5つの美徳、なぜそれが騎士道に重要なのです。おかしなことを。お許しください。他国の伝統の理解には時間が必要なのです。構いません。伝説によれば、私たちが追い求める美徳は湖の女神から授けられたとされていますが、実際にどのようにして定められたのかを知る者はいません。ツサンでは庶民は純真で従順であればよいとされています。しかし騎士には多くのものが求められます。彼らは戦士であり、挺身であり、漁師であり、
下僕でもあるのです。そこで明確な道徳規範が必要になります。爵位を授かる儀式で騎士は必ず自らの高潔さ、知恵、寛大さ、勇敢さ、慈悲深さを証明することを誓うのです。犠牲者が皆屈辱的な殺され方をしているのは彼らの美徳の欠如を浮き彫りにする演出かもしれません。怪物は騎士道の崩壊を暗示し糾弾しているのか。晒し台は高潔さを奪い、バカな格好は知恵のなさを表し、喉に詰まった小銭は寛大さを失った主戦度の象徴か。理屈は合うが確証は持てんな。町の人々がまことしやかに噂している以上この説も無視できん。この推理が正しいと仮定して連続殺人鬼が次に狙うのは4つ目の美徳、つまり勇敢さに欠けるものだ。犠牲者はおそらくまた年配の騎士だろう。そうね。今騎士たちは皆トーナメント会場か宮殿の庭園にいます。毎年恒例のウサギ狩りが間もなく庭園で開催されますから、その行事のことはご存知かしら。ミルトンに聞きました。ウサギの格好をして跳ね回るのが楽しみだとか理解しかねますが。いえ、待ってください。年配の騎士、ウサギといえば臆病さの代名詞のような動物だ。そんなに単純なこと？ミルトンとペイラクペイランが次の犠牲者だと？ミルトンはドラクロワの友人でもあった。川岸でそう聞きました。ダミエ、気づきませんか？ミルトン、クレスピ、ドラクロワ、デュラクはかつて同じ隊に属していたわ。何年も前だけど、もしかしたら。同じ隊に？彼らは固い絆で結ばれていました。そこを父に見込まれ信頼を得たのです。父は難しい問題に直面すると彼らに相談していました。後に彼らは別々の道を行くことになりましたが。偶然とは思えない。怪物もそれを知っているのでしょう。これは手がかりです。すぐにミルトンを探しましょう。急を要します。それが簡単にはいかないの。庭園での余興は間もなく始まるわ。彼がノウサギに扮してどこかに隠れ、それをホロ酔いの帝神たちが探し回るという趣向なの。ノウサギの隠れ場所は絶対に漏らしてはならない秘密なのです。中止しましょう。すぐにご命令を。まずは冷静になりましょう。ダミエ、庭園を捜索するように命令を出して、速やかに、ただし内密に。出席者がパニックに陥れば混乱に乗じて怪物が動きやすくなるだけです。ついてきなさい、ウィッチャー。騎士一人より庭園を優先させます。この私の宮殿内での殺人など決して許しはしませんからね。馬を持ってきなさい。カッカ、どちらへ？おい、何をする？一体誰だ？公爵閣下。これをお願い。ちょっと絹のドレスを触らないで。返しなさい。乗馬がお得意のようですが。参加者はユニコーンの角、銀の魚、
それから不死鳥の卵を探すルールです。そうすればノウサギ、つまりミルトンの隠れ場所が推理できる。先にそれを探さねば。そうですね、今時間がありません。多少はルールから外れる必要があるでしょう。こっちを通りましょう。ウサギ狩りの会場に案内します。その後二手にユニコーンの角と金の魚を手に入れてください。私は不死鳥の卵を探します。それが一番早い。ユニコーンはどうやって捕まえるか。暴れやすい動物ですが、ウィッチャーならなんとかできるはず。あそこで走り回ってるわ、ほら。金の魚、釣り竿で釣ればよろしいのですか。いいえ、本物の魚じゃありませんよ。あれを見て、水辺の方に光が見えるでしょ。彼らは船から魚を取ろうとしているの。あなたなら水中に飛び込んで見つけられるでしょう。金の魚にもユニコーンの角にもミルトンを探すためのヒントが書かれてます。魚と角を手に入れたら私のところへ。私は不死鳥の卵を探します。いいですね、さあ行って。1290年もののフィオラノです。ぜひお試しください。聡明なる公爵閣下。リンゴが使えるかも。それともお菓子とか。お前が処女のままならこんな苦労はしなくてよかったんだけどな。本気でまたその話を蒸し返すつもり？今ここで？驚いて逃げちゃうだろ。お菓子を試してみよう。いや、すまないが楽しみを邪魔させてもらうぞ。誰なの？不正だ、ひどすぎる。あの卑怯者に正々堂々と戦うことを教えてやるべきじゃないか。聞けば、あれは違反などしていない。確かに、彼は自分の力で勝った。我々の運が悪かったんだ。次のヒントは頑張って手に入れよう。この庭園は広い。馬に乗った方が良さそうだ。
ようだぞ。なんとかしてよ。どうしろと言うんだ。水の中に飛び込むと公式に抗議してやる。一緒に飲む仲間もいないし。お言葉ですが、カッカ。お黙りなさい。緊急の事情があるのです。すべての説明は後でします。しかし、ルール違反に。私がルールです。ゲラルト、やっと来ましたね。鍵とヒントを手に入れました。もう一つはここに。そっちを見せて。何かの暗号みたいね。水が流れて一日経って、お皿とウサギの頭があって、ゴーレムのお尻は土の上。水、火、皿を並べたらオンという字になりますね。ウサギの上にゴーレムの無、それに土で質、温室。天才ね。確かに庭園にはいくつかの温室があります。でも鍵付きの扉があるのは一つだけ。きっとそこの鍵に違いないわ。では温室を急ぎましょう。私はここだ。これはお前のものか。そうだが、新しい手があるから返す必要はない。お前は誰だ。何の危害も加えていないだろう。それなのに私の可愛いブルクサを殺し、今度は私につきまとう。なぜだ。罪なき者を4人殺した。少なくともな。お前はどうなんだ。何人の罪なき者を殺した。罪のない者を殺したことはない。人殺しなら別だな。私の仕事は間もなく終わる。残るはあと一人だ。お前も逃げられると思うな。仕事を終えてどうする。別の土地で人々を殺すのか。違う。生きるだけだ。幸福な人生。
を休めろと言ったはずだぞ。何をしてる。何かに巻き込まれてるな。助けたい。私一人でこと足りる。やめろ、彼は友人だ。ああ、ゲラルト、私だ。レジス、まさか、無事か？無事だ、心配無用。吸血鬼はこの程度の傷ならすぐに塞がる。会うのはしばらくぶりだな。少なくとも人間の基準でだが。一体何があったんだ？最後に見た時には。泡立つ液体の姿だったな。あのまま宮殿の柱に溶け込んで派手なシミになるところだった。ご覧の通り、あの時よりマシな姿に戻っている。ピーク時には及ばないが、それでも人間で言えば超人級だろう。すまない、あの時のことは俺のせいだ。今の今まで謝ることすらできなかった。気にするな。お前についていったのは自分の意思だ。誰に強制されたわけでもない。奇跡の復活だな。一体どうやったんだ。お前が追ってる男に助けられた。奴に？そもそもこの数年間何をしていたんだ。今はその話をする時と場合ではない。後で落ち着いてじっくり話せる機会があるはずだ。だが今は我々がここに来た目的を果たすのが先決だろう。お前がここにいるのは偶然じゃなさそうだな。推理力は少しも衰えていないようで安心したぞ。ここに来た目的はデトラフだ。困ったことに厄介ごとに巻き込まれているようだ。それが奴の名前か。奴は友人なのか。そんなところだ。ただしデトラフは何と表現したものか。私に比べて野生的でね。だが心配はいらない。私に任せてくれ。任せていいものか。俺が到着した後も騎士が一人奴に殺された。その前に3人は殺されてる。それなりの理由があったはずだ。いいか、デトラフはそこらのクズのように喉が渇いたから、退屈だからといった理由で人を殺したりはしない。それで奴の怒りの原因は何だと思う。私もそれを知りたいと思っている。それが分かれば彼を説得して正しい道に戻してみせる。随分と肩入れしているんだな。一見すると正反対だが、お前と彼はよく似ている。高潔な心を持つが、反面不名誉な行為にも慣れている。もちろん必要に迫られた時に限る。964年を覚えてるか。3世紀も前だぞ。リビア、ライディア、スパラが闇に覆われていた。女子供問わず命を奪われ、無数の死体が打ち捨てられていた。ライリアの猛獣だな。200人近い犠牲者が出た。確か最後に襲われた平凡な漁師が預言者の祝福を受けた担当を持っていて。襲われたのはデトラフだ。彼は怪物を倒し、その死体を罠の見張り中に居眠りをしていた漁師の足元に捨てた。それが伝説の始まりだ。素晴らしい話だ。だが俺に話す必要があるか。デトラフが血も涙もない化け物ではないと説明するためだ。きっと何かに巻き込まれ抜け出せないでいる。なぜそう言い切れる。私はビルジフォルツに体を溶かされた。デトラフがその残骸を見つけたんだ。我々の掟では、彼は私を見捨てるか再生するかを選べた。彼は後者を選んだ。自分の血を少し分け与えてまで私を再生させてくれた。我々吸血鬼にとってそれがどれほど重大な意味を持つ行為か分かるか。人間でも同じ意味を持つだろうな。命の恩人というわけだ。それだけじゃない。我々は血を分け合った同胞となった。人間には想像すらできぬほどの絆だ。だからこそ今起きていることの恐ろしさが分かるのだ。昔から大げさに同情する性格だったな。吸血鬼は個体ごとに何百年も磨き抜いた能力を持つ。そのために吸血鬼を一括りにして語ることは難しい。
デトラフの得意技は集団を支配し同族を束ねる力だ。彼は下級吸血鬼と群れることを好み、人間を忌避している。その彼が人間界に現れ無慈悲な殺しを重ねているのは平静を失っている証拠だ。完全に動転している。具体的に何が奴を駆り立てたのか心当たりはあるか？どう説明すればいいか。デトラフは人間の社会や法律、慣習を理解できない。純粋すぎるんだ。人間の駆け引きは彼には何の意味もなさない。嘘をつき騙し合う理由が彼にはわからない。つまり環境に適応できず鬱憤が爆発したと？いや、不完全な適応は時に圧力を生むということだ。だがそれが今回の件の原因かはわからない。それを確かめたい。奴を探さなければまた怒りを爆発させてボークレールを血の海にするかもしれない。では目的は同じだな。昔のように手を組める。完全に同じじゃない。奴を見つけたら俺は。お前の依頼主の注文は分かってる。だが真の目的は殺戮を止めることで、それは怪物を殺さなくても実現できるだろう。まあ概ねその通りだ。彼を探そう。彼に会うまでにはデトラフが悪い奴じゃないと分かってくれることを祈るよ。分かった。もう十分だ。だが今は全ての証拠が奴が悪人だと示している。聞こえたか？騎士たちが俺の後を追ってきたのかもしれん。ここで見つかるのはまずい。メール・ラシェーズ・ロングに臨時の隠れ家を構えてる。そこに来てくれ。では後で。ウィッチャー、馬が出せる全力の速さで駆けつけたんだぞ。だが遅かったようだな。どうだ、怪物はどこへ行った？まだ調査中だ。今からここを調べる。部下を連れて引き返してくれ。手がかりを踏み荒らされると困る。よし、みんな、ウィッチャーの仕事の邪魔をするな。殺されたミルトンの仇は必ず撃つぞ。その邪魔はやめておこう。
なんだ、どっか行け、仕事中だ。どうかさ。こんにちは、ウィッチャーか。これはこれは。日々を思うとき、二人を運命が結ぶ前、夢のようなところでしょ。ご挨拶申し上げる。たくさんのワイン、静かで平和な街。君のではなく我が物のよう。どうもこんにちは、お手紙です。手紙？誰から？僕は配達するだけで、わかりません。ほら、面倒かけたな。いいえ、そんなことは。どうも、ぜひまたお役に立たせてくださいね。愛しい人へ。あなたをツサンに引きつけたのは、単にワイン祭りというわけじゃなさそうね。それでも、ちょっとした寄り道をする暇くらいはあるんじゃないかしら。先日、モロー教授についての記述を目にしたの。ウィッチャーの変異に関する研究を行ったボークレールの学者よ。詳しいことも彼の研究所の場所も曖昧なんだけど、彼の日誌にはもっと情報があるかも。それは亡骸と一緒に墓所に埋められているらしい。たまたま手に取った本に挟まっていた地図を同封したわ。完全には判読できないけど、役には立つと思う。この件があなたにとって重要な気がしたから、急いでこの手紙を送るわ。何をするにしても、どうか体には十分気をつけて。あなたのイェネファーより。ふん、ウィッチャーの変異に関する研究か。調べてみても良さそうだ。